こんにちは。こんにちは。三橋 t. V. のお時間です。この番組は月刊三橋会員の皆様のご支援によりお送りしております。キャスターは私高家ノート。三橋貴明です。三橋 t. V. は三橋貴明のブログ、新世紀のビッグブラザーのエントリーを取り上げ。視聴者の皆様に経済を学んでいただくという趣旨となっております。皆様ぜひとも、チャンネル登録をお願いいたします。はい、チャンネル登録はこちらからお願いいたします。 三橋経済塾ですが第3回講義が3月18日に岩尾俊平先生をお招きして開催されます形成史論ですが口頭論第50回平泉の映画歴史事第50回ペルシャ戦争がまもなくリリースになりますのでぜひよろしくお願いいたしますあのねはい官僚あるいは行政の世界って所管っていう言葉が重要なんですよ所管誰が担当するかです <laughs>、はい。例えば その医療関係だっなるほど労働統計もそうだね毎月勤労統計調査とかも厚生労働省の所管です、はい、つまりどの仕事をどの省庁がやるかというのがかなり重要なんですねうん、うんはい、どうしてですかんなんで重要なんですかだって <laughs> 要は専門家たちじゃないですか厚生労働省の担当に防衛費を差配させようとは誰も思わないです,そうです、ね、当たり前だねそ、うん、んなの。 ということで、それぞれ行政の専門家っていうのはですね、うんうん、まあ、官僚なんですよね。はい、はい。で、その、あら、新たな所管を増やすっていうのはですね、これは、かなりでっかい話になるわけなので、はい。だから、大もめに揉めなくちゃいけない。はい。一回所管になっちゃったら、ほぼもう外せないし。ですよね。つまり、新たな業務を与えますってことです。うん,うん。でそれが分かりましたってことでもう始まっちゃったら、よっぽどのことがない限り、それ、省庁再編とかやらない限り、もう取り外すことができないんです。 で、今、防衛費を増額しようってことで、はい、日本政府は、防衛力強化資金というのを作ろうとしているんですね。はいはい、これがですね、えー、ブログのエントリーは2月19日、最強最悪な法案、財源確保法でございますけども、これはもう閣議決定されてますけど、 この、まあ、防衛費の増額の財源を確保すると。国際発行なんだけど、あれれによって財源、財源やってるから、はい。税金以外の収入を積み立てる防衛力強化資金の創設を盛り込んだ法案を閣議決定したんです。で、これ防衛力強化資金の目的っていうのは、まあ、税金以外の収入について、複数年度にわたって活用できるようにするんです。要は、基金にしておくんですね。はい。 貯めといて、それで毎年支出していくわけ。基本的に予算って、その年の支出はその年にやんなくちゃいけないんです。ああ、それは貯めとけるようになるってことですかだそう、だから本来はね、長期計画、あるいは長期予算なんだけど、うん、長期予算は、これは憲法で禁じられてます。でも計画はいいんだけどね。はい。計画はいいんだけど。ただ、まあちょっと防衛費っていうのは長くこう、支出を拡大していかなくちゃいけないっていう性質上 まあ、長期予算が取れ取れ作れないなら、まあ、危険でも分かんないことないんだけど、恐ろしいことに、その所管が財務省なんですよ。えー、はい。いや、防衛省でしょどう考えても。えー、一般会計なんですよ。この、防衛力強化資金って。これがどれぐらいすごいこと分かりますつまり、厚生労働省の官僚に、えー、防衛料費を差配させるって話ですよ。う<ー>、はい、でも、これ財務省と同じでしょえ、財務省って、 防衛力のこととか、防衛のことそもそもわかんのみたいな話なんだけど、それを今財務省が進めようとしてるのが財源確保法なんですよ。これマジでやばいです。というか、こんなことをやるんだっていうぐらいですね、狂ってる話なんでしょうね。財源確保法。財源確保法。で、私はね、これ当たり前だけど、特別会計でやるべきでしょ。防衛力強化資金とかやるんだったら。 つまり特別会計で防衛省の所管にしてですね。はい、そこにまあ資金入れるはいいでしょう。はい、それを防衛省が自分の判断で予算化して使っていくと。それは国民の守るためで、これは筋が取ってい、はい、で、一般会計だと財務省の。一般会計は全部財務省。うんで、ね、特別会計というと、はい、なんかあれがね、言葉の問題もあって特別な会計、なんか特別会計の闇とか、まあ、最近消えたんだけど、はいい、以前言われたじゃないですか。うん、そんなもんねアホかみたいな。<laughs> 特別会計だって、 国会通ってますからね。はい、予算として。うんうん、一応だから説明しとこうかなと、改めて。はい、特別会計の最終総額、467.3兆円。これです。はい。これで、特別会計400兆円を超えるみたいな。なんかやめがあるんだ。本当にこれは本当に支出でね。はい、誰かの所得になってんだったら、今頃日本の g d p 五百あの1000兆円超えとるわ、本当に <laughs>。バカじゃないの、という。実際はこのうちの、えー、国債の借り換えが152.9兆円。はい。で、えー、 会計館のやり取りが95.9兆円です。で、純計額は一応218.5兆円で、これでもでかいと思うんだけど、この中のやっぱり92.9兆円が国債の償還。でもこれも借り換えなんだけどね。はい。参入はどうせ国債なんだから。あと、社会保障給付。えー、社会保障で税金と保険料でセットでこう、皆さんに配りますから、一般会計から出せないの。保険料は一般会計の参入にならないから。はい。はい。だから別会計なのね。厚生労働省管轄課なのかな。 あと財政融資資金の繰り入れ。まあ、これはだから金貸しましょう。だからぶっちゃけどうでもいいですね。地方公税交付,税交付金,も金もそうですね。地方税と国税合わせて地方公税ってやるから、だから特別会計でやってるのね。あと復興経費が0.7兆円あって、ぶっちゃけ467.3兆円とか言ってもですね。ずいぶん減るんですね。あの6.6兆円だけなんです。はあ、実際に、各省庁が自分の所管に基づいて、それで支出をしていると。 ま、いう、その、あの特別会計ね。で、これは一般会計じゃないです、確かに。で、この6.6兆円の打ち上げはですね、まあ、半分ぐらいがですね、やっぱ保険事業ですね雇。雇用安定事業とかですね。はい。そういうものになります。まあ、主に雇用安定事業ですよね。だからあれですよ。あの、失業保険ですよ。<ー>はい。失業保険ですね、はい。で、エネルギー対策費。これ計算書がやってると思うけど、NHO でしょ。1.1兆円。で、食料安定供給、0.9兆円とかね。 でその他大してないんですけど外為とかこれは財務省だな、はいまあ、そういうものはこんなぐらいありますよとだから特別会計なんかやみないんですよね、うん、でも日本だと特別会計がそれこそ敵視されてきたんですよどうしてですかそれはまあぶっちゃけ根本を言うとねあの財務省の管轄にないからむかついてるんですよ財務省があそっちそっちへえ<ー> <laughs>、はい、ということで一つ例を挙げるとまあ何回も話してるけど2009年だったかな福田内閣の時の 道路国会で,、はい、で、ここに入ってた、今まで一番でかかった特別会計としては、5. 点数兆円かな <laughs>、えー、我々の啓発油税、すなわちガソリン税が特別会計で国土交通省の所管で、はい、我々の道路を作るために使われたんだけど、それが一般会計会、はい、当然道路は作られなくなりました。んしかもざん暫定税率分はその時外すと財務省は約束したけども、外しておりません。<laughs> というい形で要は財務省としては自分の権力の外にある予算を潰すっていうのがですね<ー>彼らのライフワークですね遺伝子といってもいいですは<ぁ>、はい。ということで特別会計を、ね、潰しまくるってことをですねやりたかったです、はい、だから民主党の、ね、政権になった時の,あの事業仕掛けもそうですね<ー>あれも特別会計とかあと独立行政法人の予算を潰す、はい、まあ事業を潰せば予算いらないじゃん<ぁ>、はい、ということでむしり通ると。と<ー>いうことをやってきたんですね。 で、それ簡単にできないから、だから、独立行政法人とか、あるいは特別会計とか、うこういう事業をやってる方々ね。はい。はい。それは彼らは甘くなりだと。だいたい官僚が行くから。はい<ー>。はい。それで、国民の血税を食い潰してる、実際に違うんだよ。税金入ってるんな。あ、税金入ってな、ね。あ、これ入ってなねな。入ってない。だけど、そういうレトリックで特別会計叩きやったから、<ー>特別会計の闇。とか、バカなこと言うやりにするがネットに出てきて、総額は400兆円を超えてると。 こういうような状況になっちゃったんです。だから基本的に、あの、特別会計とか、えー独えー、独立行政法人とかの甘下り道のこのとか言ってる人たちは、上弱か。財務省の手下です。上、まあ、弱の方が多いでしょうけど。で、なんかほら、やっぱ、こデフレでみんな貧困化貧困化してるから、はい、ルシャンチマンがすごいんで、 なんで官僚を辞めたと思ったら、独立行政法人のどこどこに甘くだりってあって、高級もらって、高級になってもらってないんだけど、うんぬんかんぬんとか言うんだけど、私はそれ正しいと思ってる。前も言ったけど。農水省の官僚が退職しましたと。で、ここのね、例えば食料安定供給の事業のところに入りまして、まあ、まあ甘くだりって言ったら甘くだりだけど、そこで自分の中に蓄積されたのノウハウを使う国民のために、何が問題なんだよと。うん。 ありがたい話ですね。そうです。むしろね、全然別の業態、業界に行かれる方がね、もったいないと思います。うんうん、つまり、官僚として何十年というこう積み上げたノウハウとかを、うんはい、我々が使えないと、うん、いうことになっちゃうんだけど、前こういう正論というか、ね、私は正論と思うんだけども、はい、こういうこと言う人はね、一人もいなかったからね。はい。<れ>日本人はそう情弱状態でした。それなんか良さそうに見えるからなんかムカつくみたいな感じ。そうですかはね。ルサンチマンとあとはその説明のうまさね、レトリックとしての。 はい、それはもう財務官をパーフェクトに分かっていてそれで言ってるわけあと結構いるようなんかあのそのいわゆる積極財政派の,、はい、その猫をかぶってる人たちね<ー>そういう人たちも天下りだとか特別会計はとかそういうことを叩くわけ結局財務省の味方なんだということなんですよねこのだからの特別会計とは何ぞやっていうのを理解していただかなくちゃいけない。つまり 財務省の判断なしに支出できる金なんですよ。はい。そら防衛力強化資金はどう考えてもここだろうと。うんうん。だけど一般会見になる。一般会見に。まあ、まだ決まってません。うん、で、議論されてるから、ちょっとおかしいですよ、はいうん、あと、あれね、えー、消費税について、その高橋さんたちまで言ってたけど、社会保障の財源でございますって言うんだったら、こっちにしろよ。うん。マジで。はい。厚生労働省参加の特別会見にしろよ、じゃないですか。そし目的税になるから、本当に社会保障以外に使えない。はい、うん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 。 それは一般会計です。一般会計だと最後にぐしゃってなって、それで国際の召喚使ってるだけだから、社会保障のためなんか使われてないんで、はい、使えないよね。順番が違うんだから。うん、支出した後に調整してるんだけど。はい、こういう話なんですよね。でね、このね、防衛力強化基金って、強化式ってマジでやばくってですね、この一応基金のね、手を装ってるんだけど、これ一般会計になっちゃうと、本当に、 防衛力強化のために使われるかって分からないですよ。わ、うん、分からない。はい、下手したら、あ、なんか今年国債の償還少ないなああ、じゃあ防衛力強化して使っちまえとかですね。やれるでしょ、と。はい。さらにはですね、こ財源の部分です。財源の部分。えー、これ確かに基金だから。はい。まあ結局国債発行なんだけど、国債発行とかでた日銀登山金を基金としてこう、貯めとく、貯め込んでおく。うんうん、まあへそくりだよ、へそくり。はい。銀行役員のへそくりなんだけど、財源が他の特別会計などからの借り入れ。 要は、あの、特別会見嫌いなんだろう財務省がと。<laughs> 潰してんだろうと。はい。で、あの、要はあの、ど、どこをね、ど、こで行政法人の所管となってる予算っていうの、これもね、潰したいんでしょうね。<ー>はい。自分たちの権力拡大の妨げになってるから。結局、権力って金じゃないですか。金を支出する人が一番強いんで。はい、んで、俺と関係なしに、あいつら払ってやがる。という話なんです。うん、これがまあずっと続いてんだけどね。 室尾先生がいい機構を書かれてたんですけど、まあ、全く私と同じ懸念を持たれてまして、はい、その、例えばね、その財源確保法には、その、独法の積立金の一部の国庫納付についての規定っていうのがあるんだけど、納付しなければならないってなってるんです。うん、法律で、その独立行政法人の、はい、あの、まあ、この一部ですね、預序金とかだけど、これは全部むしり取りますよ<ー>、はい。でも、余剰金とか言ったって、と例えばでしょ この中にコロナ関係の対策費とかあるわけ。はい。そういうのって、もしかしてこの後悪化したらってことで今取ってるわけですよね。うんうんうん。それを知り取りたい。というのがこれで見えるわけ。なんですね。さらに、この防衛力強化資金の管理に関することってことで、これが財務省の所管事務ってことで追加されてるんですけど、これはものすごい大きな話なんです。はい。新たな業務を追加するっていうのは、しかも今回は無関係ですよ財務省。はい。どう考えても防衛省の 所管にしなくちゃいけないんだけども、うん、これこのままだとね、ガソリン税と同じことになると思う。つまり防衛省の官僚たちは、防衛力を強化するために財務官僚に頭を下げてお願いしなくちゃいけない。えー、お願いしますここですからね、ポイントはね。実際国土交通省の官僚は道路を作ってもらうために財務官僚の下っ端にあ頭を下げてますからね。なんか防衛力を強くしようとしたら、財務官僚が強くなっちゃったみたいな感じな、ね、そう。というふうにまだ決まってない。そうしようとしてるようにしか見えない。 わけなんですね。で、さらにですね、ここね。え、令和5年度以降の各年度において、国有財産の処分による収入、その他租税収入以外の収入。であって、国会の議決を経た、もう、あの、範囲に属するものは、防衛力、整備計画、対象経費の財源、または、資金への繰り入ーの財源に充てるものとするって書いてあるんだけど、これ、怖いなと思うのは、財務省の歳出削減に正当性を与えることになっちゃいませんってことなんですね。 どういういことですかだからその他の租税収入以外の収入ってそれこそ特別会計であったり、はい、あるいはどどあの独立行政法人の予算だったりと、まあ、そういうものがあるわけですね。それを一般会計にしますということですよだから防衛<ー>力強化式に入れるから。でこのその他の租税収入以外の収入っていうのが非常にですねあい曖昧でしょ。はい、はい。だから要は 国会で法律、あの決めればですね、あの法律じゃないでしょ、この法律が通った後に国会で決めれば、あらゆる独法とか、えー、特別会計のお金を防衛力強化資金の方に繰り入れることができることになってたんですよね。これだから事業仕訳なんですよ。これをやりたいんだろうと。はい、で、室内先生が言うにはですね、ちょっとこれかなりまずいなと思ったんだけど、なんとですね、えー 不足の第二条として、歳出改革を継続するように努めること等を内容とするき規定が最初置かれてたんだって。そのままですよ、だから。はい、歳出改革って歳出削減です。<laughs> それを継続するよう努めるっていうのが法律に入ってたんだって。で、これは大変だってことで、つまり各省庁の予算の一律削減できちゃうんですよ。はい、今年10%、今年10%みたいな。<ー>これ財政構造改革法がそうだったの。それの焼き直しなんですよ。 それはさすがに自民党の議論の中で削除されたらしいんですけどね。あまりにも露骨だから。はい、これマジで洒落ならない。です。つまり財源確保法っていうのは、単に歳出削減や、あるいは特別会計、独法をむしり取ることを正当化するためにやってます。うん、はい。それで自分の所管である防衛力強化資金のところにですね、全部金をむしり取ってきて、そこに積んどくわけ。で、それで国際所管に使っていくんですよ。 実際防衛力とか強化したいときには、大体さ財務官僚にさ、はい、防衛力の何を強化するとか何を支出するとかわかるの？でどのくらい必要とかわかる？わかるわけないよほんわかるわけ。うん、だから防衛省の所管にしなくちゃいけない。はい、これは間違いなく。でこれはねあの政治的な問題で多分一番の問題は多分これをねほとんどの人が知らないってこところ、ねうんはい、で、す国会議員たち,たちはちゃんとこれを理解しないでスススって通っちゃう可能性があるんですよ。うんはい、だってこれ明らかにおかしい。 例えばど、あの、独法とか特別会計のお金をむしり取る部分はね、ちょっと置いといて、その財源問題を置いといて、はい、なんで防衛力強化資金が財務省の所管なんですか、うん、防衛省の所管じゃないんですか、特別会計でにして、防衛省が所管すべきお金でしょう、どう考えても。はい、というようなことをですね、その国会議員たちに言って、これを特に野党とかね、与党も含めて徹底的に追及して変えさせてください。うん、そうしないと あの、最悪ですよ。我が国は、この財源確保法に基づいて、様々な事業仕分け、歳出削減、彼らは歳出改革って言うだろうけど、それが継続していくわけね。反対側で防衛力の強化はできません。はい。というですね、最悪の事態になりかねないので、この財源確保法の中身ですね、もう一個だけでいいや、めんどくさいから。なんで、防衛力強化資金が財務省の所管なのと。もうこれ誰もあ、なんかね、あの、正当化できないと思いますよ、ね。うん ここの部分だけでもいいから、徹底的に追求していただきたいと思うわけですね。いかがでしたでしょうか。はい、財政破綻という言葉を耳にしたことがあるでしょうか。え、二千二十一年に財務省のトップ。矢野康二財務次官は。まあ、このままでは、日本が財政破綻すると。 警告する矢野論文をです、ね、発表しましたしたかし、実はこれは真っ赤な嘘なんです。実際、財務省もホームページで日米など先進国の自国通貨建て国債のデフォルトは考えられないと,というですね、ことを語っているわけです。しかし、財務省のトップ、矢野康治事務次官をはじめ、まだ財政破綻論の嘘を広め、 日本を貶めるメディア、政治家、大学教授が後を絶ちません。そんな嘘を見破り、騙されないようにするための書籍がこちらですね。財政破綻論の嘘。この書籍を読んで、日本の財政破綻論が嘘だということをパーフェクトに理解してください。 いつも三橋 TV をご覧いただきありがとうございます。ぜひ高評価とチャンネル登録もお願いいたします。そして概要欄にはさらなるお得な情報があるので、はい、そちらもぜひチェックしてみてくださいね。